こんばんは。え、私さ、さっきツイートしてました？ツイートしてなかった？なんかツイートを考えた記憶はあるんですけど、ツイートのボタンを押した記憶がない。あ、してた？よかった。よかった、よかった。そう、筋肉痛になりました。でも逆に今は割と大丈夫。なんかね、終わってすぐぐらいが割ともうすぐなんか痛くなって、そう、この辺がね痛くなったね。こりゃもう筋肉痛だと思ったんですけど、もう大丈夫、割と。確かに、なるのも早いし、治るのも早い。スコアはですね、なんか紙もらったんですよ。私のスコアは、え、予想してください、皆さん。スコア、なんだと思います？ 55、80、30。100以下、23、167、50、62、98、169、300、なんちゃらなんちゃらなんちゃら そんなに上手に見えますか？ 正解はですね、48.48 でした。そう、最初らへんぐらい、え、すごいよ。あのね、ガーターを1,2,3,4,5回してますね、私は。そう、これ表の見方もよくわかんないんですよね。そうですね、私最後に本格的にやったのは、あれいつだ、中3か高1の夏ぐらいに友達と行ったんですよ。あれが STU になってからかなってないかから忘れたんですけど、てかそれが割と最初で最後ぐらいの感じでも優勝したんでしょ そうなの。なんかグループ対抗戦だったんですよ。でチャート入りの中でチームチホンヌ、チームなんちゃら、チームなんちゃらみたいな。で、合計点で競ったんですけど、こんな48の女を 女が入っているにもかかわらず、優勝しましたよ！イエーイ！ あのね、マジで、ファンの方が、うますぎて、すごかったんですよ。150ぐらい出した人いるんじゃない？うん、168の人がいましたよ。あと79の方と117の方と106の方。一人ね、当たってて来る予定だった方が関東からだったのでね、交通機関がすごい
いろいろなんかなって来ることができなくって、一つはスタッフさんがやっていらっしゃったんですけど、でもね今日お母さんにねあれよ言ったらね、お母さんもっと若い頃できたよって言ってた。え、何点だったと思うって聞いたんよ私が。そしたらなんて言ったっけ、なんか忘れたけど200何歩か300何歩みたいな言っとった気がするんよ。でいやなわけあるかと思って何言っとんと思って、私本当に300何歩はないかわかんないけど、それぐらいの度肝を抜かれるような数字を言われて、え、何言っとんみたいな、私48だったよみたいな言ったら、嘘じゃろめっちゃ笑いやった。でもお母さんは若い頃高校生の時にボーリングしか遊ぶことなかったけんめっちゃしよったって言おった。でけんそんぐらい生きよったって言おった。でもね信じてないあんまり信じてない。ボーリング世代、なるほどね。でも確かに練習あるのみなんかなと思いました。親世代はそうよ。あ、そうなん、じゃあ信じようそう、もうマジでやったことなさすぎて親指のね爪がね折れたんですよ。しかもそこまでね別にちょっと前に切ったからめっちゃ長いわけでもないんですけど、結構いってめっちゃ深爪の人ぐらい、まあ、まだ全然痛々しくないあれになったのでよかったんですけど、ヤスリしたらそう最初終わったと思いました。でもねなんかメンバー割とね結構な人がね親指だけねなんかなってた。いやーボーリング難しいけど楽しかった。めっちゃボーリング上手になりたい。なので親指使わない人です。どうやって投げるの、親指使わず、親指のところを入れず2本の指でってこと。ちょうちゃんがストライク取ってるの想像できないけど、え、これ私ストライク取ってないよ多分。いや取ってないよ。あ、でも1回惜しいのがあったわ。1本だ9本倒して1本だけ残ってる時と8本倒した時もありました。でも1本しか倒れてない時もありましたそう、あの全部を通して、あ、スペアもありませんスペアもありません。ピアン優秀ですねそう、お前よ、てかこんなさ後から見返せるような表になるんですね、ボーリングのあれってすごい。見方が分かるけど分からない、分からないのがちょこちょこ分からない、うん、スコアはね48です。48ちゃん、つく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 、天性の48。
そうボーリング月1ぐらいで何とも言えない頻度やりたいな。メンバーだけの順位知りたいな。確かに。え、さっきさツイッター見よったらさ、ココアが111ポイントって書いとってさ、びっくりした。めっちゃすごくない？めっちゃすごい。私の倍以上すごい。すごいです。なんかさボウリング場行ったら思ったよりもあのピンまでのボールの距離が遠くって、おおってなりました。おお、こんなん誰ができるんってなりましたけど、上手い方多かった。え、難しかった。真ん中真ん中真ん中投げるぞって思っても絶対左のガーターに落ちるの。左ばっかり。そう、上手になりたい。だってさみんなは世代じゃけんさ、この点数を聞いてさ驚愕してるんじゃない？こんなのありえないんじゃない？悔しい。言い返したい。てか世代とかあるの？ボウリングに。言っといてなんだけど。特に流行った世代。なるほど。日本中が熱狂してたところがある。へえ。今度家族で行きたい。それでね、ボウリングした後はね、サラピとお出かけしました。今日ほんまに暑くって、もう暑いってぐらい暑くって、暑かったそう、トーカさんやってて、でもマジでなんかトーカさんって割と夜のお祭りなイメージなんですよ。てか、まあ、昼からやってるけど一番人が多いのは夜とかで、だから昼だからまあ大丈夫かなって思ったらめっちゃ人いて、もうすぐ退散してあーこれはダメだってなって、そう、トーカさんでは何も買わずそう、いい匂いがねいろいろしたから悩んだんですけど結局買わず、なんかね市民球場跡地で韓国料理フェスフェアみたいなのをやってて、あ、そこでねいちご飴食べました。そこにいちご飴もあって、あとマンドゥなんか餃子みたいなやつ食べました。あとカフェでパフェ食べましたまんじゅうじゃない、マンドゥー、なんか美味しかった、うん、マンドゥー。あ、そうじゃ、広島ゲートパーク、私あれ初めて行った。なんか市民球場跡地がおしゃ
もうおしゃな感じになってるんですよ。そうあれできてからなんか3月4月ぐらいにできたっぽいんですけど、そう初めて行ったおしゃれだった広島じゃないみたいだった。今日私が普通にお母さんとおってもう口に手をあてずに大あくびをしたんですよ。あのご飯食べる時に、食べるちょっと前ぐらいにマスク取ってて、ですごい顔じゃんみたいな、それ見られたらどうするみたいな言われた。トトロみたいになるよ。今日ぐっすり眠れそう。なんかさ、ボーリング自体は私たちは12時スタートだったんですけど、1時間前ぐらい集合で、でその時にはもう髪とメイク完璧で集合だったんですよ。だからなんだかんだ結構早起きで、で昨日長風呂したから夜遅く寝ちゃって、なんかでボーリングして、ボーリングさあただ投げるだけじゃなくてさ、応援もさ頑張ってとかさめっちゃ大声出すじゃないですか。でなんか私ハイテンションだったからもうすごいピョンピョコピョンピョコ跳ねてたのね。そう誰かがホームランじゃないや、なんだっけ、なんかになるたびにだしサラピとも、なんかサラピが今日ラジオで東京に行くからそれまで一緒にいたんですよ。だから結構4時間ぐらい一緒に、4時間5時間ぐらい5時間ぐらい、うん、一緒にいてずっと外いて暑くて、でからのお母さんと行って今日は満載でした。今日は3日間ぐらいに分けれる出来事を1日でした感覚。今日はぐっすり眠れそうです。カラコンしてないよ全く。そう明日はまいちゃんの生誕祭楽しみ。久々じゃない、あのゲじゃなくてブルーライブ、ブルーライブ久しぶり。ハッシュさん、これはなんだ、クマ、え、これがさちょうどさ星とかぶって見えづらい、これネクタイしてるの、クマが、え、スイカの上に座ってネクタイつけてる、わあ、天気、あ、ほんまだ、あ、太陽虹ね、おー、なるほど、うーん、天気の子クマ、ありがとう、ハッシュさん、ありがとうございました、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、天気の子クマありがとうございます、イエーイ、え、スイカかと思いましたスイカに見えるクマと虹と太陽
ほんまや、ぴったりこれ。今日天気マジでよかった。でもさ、皆さんのところは大丈夫ですか？雨すごい強い地域もの方もいらっしゃいますよね。身の安全を第一に。あら、東京はすっかり晴れました。あ、そうなの。もう晴れた。朝はやばかった。よかったよかった。え、なんかさ、先週ぐらいのお話し会の時にまいちゃんの生誕の日が広島が台風近づいてるみたいな話をお話し会でチラチラ聞いたんですけど、え、明日って噂のそれですか？あ、それたの？よかったよかった。おー、明日もいい天気、よかったよかった。よかったね、本当に。よかった。天気全然見ないんだよね。そう、なんか明日の天気を寝る前に覚えてたら見るぐらいだからね、あんまり分かんないんだよね。最高気温28度。死ぬかも私さ、なんか半袖の時にこう日焼けせんようにやるあれをさ、去年使ってたやつがね、どっかにあるはずなんですけど、まあないんですよね。もう30秒ぐらいしか探してないから、多分どっかにあるんですけど。明日何の髪型しようかな。私最近あれにハマってるんですよ。まだ1回しかしてないんですけど、あの福山の、私のソロの時じゃなくって全員のステージの時のこの辺なんかしてアレンジしてなんかするやつ。そう、ハーフアップの、あれハーフアップだったっけ、なんかアレンジみたいな、ねじって止めるみたいなやつだったっけ、ちょっと覚えてないな。そう、あれね、なんか好評だったんですよ。私あれあんま似合わんと思って、なんか自分の頭の形的にアレンジやるのがあんまり似合わないと思って、ずっとそういう系何気にやってなかったんですけど、いい感じだったんですよ、うん、そう、その髪型にね、ハマってる、ハマろうと思ってるところ。この前髪絶賛なんだけど、自分的にこの前髪お気に入り、私の今今日大人っぽくね。嘘、この前髪にしたらね、幼くなったって言われる。服、確かに服が黒いけんかも。もうマジで暑すぎて、昼がなんか
薄い長袖着てたんですけど、そう今日ねサラビとかとおるときは、でももう暑い今日お母さんと会うときは着替えて、めっちゃ汗かいとったし着替えて半袖になりました。もうさ半袖でも夜でも半袖でもいけますね。夏服好き。夏服はすごくちっちゃく収まるから好き。うん。長期の遠征は夏がいい。夏と冬だけど本当に違うと思う。わけが違う。わけが違う。パーカー着て歩いてたらめっちゃ暑かった。そらそうだ。パーカーは暑いよ。あ、そうだよ。ツアーの詳細。え、みんなさ。出るメンバーもう発表された？私 LINE でさ来たやつで見たけんさ、発表された？え、全部知っとる？まだ私全部何言っても怒られん。これなんと全部の全部の公演ってわけではないんですけど、全部の県、全部の全国の行かせていただく場所の、そう、全会場を出させていただきます。イエーイ、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、本当に嬉しい、楽しみ、いや、ほんまに楽しみ、やばい、楽しみすぎる、超楽しみ。楽しみです、本当に。そう、新潟が一番久しぶりかな。え、スタンディングの会場つらい。スタンディングの会場とかあるの？どこ？あ、ね、上戸関ね、兵庫、大阪、東京、楽しみ。福岡スタンディング、あ、そうなんだ。私たちね、え、スタンディングは愛知、新潟、福岡。え、あの愛知もスタンディングなの？私たちはん、チャートリーで福岡の会場行ったことあるんですよ。そ、なんかフェスで呼んでいただいて。結構ステージ高かった気がする。背取り若干知りました。背取り知っちゃいました。今回早いね。ね、今さっき来た。すぐ楽しみ。皆さん楽しみましょう。割ともうレッスンがこれから続々続々って感じです。
今回レッスン早くね。ね、私も思った。私さ、キンキンに詰め込まれすぎるのも嫌なんですけど、逆にだって2ヶ月ぐらいまだあるじゃないですか。でフリ入れしたとして、その振り入れしたらさ、もうそんな定期的に振り返りとかがあるわけじゃないから、私お忘れちゃうんですよねそう、だからね、程よいスパンでレッスンあったら嬉しい。ちおちゃんは短期集中っぽい。え、本当に短期集中だね。なんかありとあらゆることが短期集中型かも。テスト勉強とかも短期集中だったし、レッスンとかそういう系も短期集中だし、そうね、漫画とかもハマったら一気にズダダダダだし、ハマったらチュンって感じ。え、そうだよそうだよ、待って、ねえねえねえ、来週フラワーフェスティバル、イエイ嬉しい。6月10日と6月11日が今年のフラワーなんですけど、でもさ、プライベートで普通にお祭りも回りたいんですよ。でも回れなさそうで悲しい。私たちは STU は6月10日の18時からカーネーションステージに出させていただきます。イエーイ、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。なんかさ、アイドルのお祭りといえば TIFF とかアットジャムとかじゃないですか。でそういうアイドルのお祭りとかも大好きなんですけど、なんか一番なんだろう、楽しみってなるのはフラワーかも。楽しみというか、なんかワク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 って全部なるんですけど、一番ワクワクがワクワクしてるのはフラワーフェスティバルですね。そう、本当にフラワーフェスティバルはもう思い出しかない。もう広島の人はもうみんな行くから毎年絶対行ってたし、3日全部行ってる時も全然めちゃくちゃあったし、本当に思い出だから嬉しい、めっちゃ嬉しい、今年も出られて。イエイね、観覧無料。カーネーションステージは平和公園の方にある私たちのお披露目のステージと同じ場所です。しかもこのいつもの本来の感じのフラワーフェスティバルが本当に久しぶりだから、もう楽しみだね。雨降らんのかな。6月10、11とかさ、めっちゃ降りそうじゃん。超絶梅雨っぽいじゃん。
曇りだったような。曇りが一番いいね。太陽さんさんでもね、待ってくださってるファンの方は暑いですもんね。地方のフラワーフェスティバル結構久々よね。え、久々です。え、去年なんか室内でファンなんか抽選であったやつがありましたよね、屋内で。でもあれはなんかもうフラワーフェスティバルだけど、いつものライブとかに似た感覚だった気がする。あったよね、あれなかったっけ。あれ、でその前はそう、ボタニカル衣装の時はいなかったので、多分あれ以来じゃない。え、知らんけど。でその前は多分なんにえどっかドラさん、え、ちょっと分かんないけど、私はもうデニム衣装ぶりです多分。そうじゃ、去年はメンバーがコロナになっちゃってなくなったのか。だから私もさ、なんかこういうあるっていうのは記憶にあるけど、あれやったっけなんか実際やったっけって記憶に思い浮かばなくってめっちゃ曖昧に話してた今。そうだよね、やってないよね。じゃあ4年ぶりぐらいってこと。嘘でしょ。そうね、 STU としては毎年ね何かとやらさせていただいてたけど、私はデニム衣装ぶりなので4年ぶり。なんてこった。あのあとふーちゃんとフラワー回ったもん。トルコアイス2個食べた記憶がある。あとなんか食べた気がする。きゅうりよ。え、すごいじゃん私も今きゅうりかタピオカかなんかだったなと思った。すごい、私より覚えてる。こりゃすごい。これかゆいの、今かゆくなった。キュウリは毎回食べてるイメージ。え、そう、今日もねチラッとトーカさん行った時にキュウリが売られてて、うわっ食べたいって言ったら、サルピからもったいないやって言われて、で私も値段見てはっってなりました。確かにスーパーで自分で作ったら倍の倍の倍の倍ぐらい食べられると思ってそう、まあね、お祭り価格ですからね。サラピラジオすごいですよね。毎週大変だ、夜遅くまで、もはや朝ぐらいまで。本当にすごい、やりきったココアもすごい去年。ね、私だったらもう毎回うとうとしちゃいそう。ね、本当にすごいね。赤くなったかゆう、目立つねこの服。
ちょうちゃんベルベ。私なんか言う人によって聞く人によって変わるけど、イエベと言われる率が高い気がする。でセカンドがブルベ夏みたいな、ファーストはイエベ春だった気がする。あ、決めたよ、お話し会の言い方何色にするか。なんか色というか何なんでしょう何なんだありゃ。なんか色じゃないあ、柄、なんかストライプみたいな線の柄。今年はちょっと大人っぽい感じを選びたくって、そう、それを第一候補にしました。そうだ、まだねちゃんとこれになったよみたいな知らんけん、どうなるか分からんけど。うん、そう、楽しみ。なんかさ、髪型とかさ自分でやるってなったらもう巻き下ろしぐらいしかないんですよ。もう巻き下ろしが一番上手にできるし似合うし慣れてるし巻き下ろしばっかりするんですけど、でもさ私たちはさもう普段からヘアメイクさんにたくさん髪の毛していただいていろんな髪型挑戦できたり、これってマジで当たり前じゃないじゃないですか。なんかこういうお仕事してなかったらヘアメイクさんにメイク、髪の毛とかメイクとかしてもらう機会って本当にないじゃないですか。だからなんかこれ今となっちゃ当たり前に感じるけどめっちゃありがたいなと思いましたし、なんか女の子の夢って感じ、いろんな髪型やってもらえて。確かにね、1年に何種類も浴衣着ることなんてねないですよね。楽しみやけど朝早いんやろなリアルお話し会、大阪の朝早そう。あ、でも浴衣じゃけんちょっと遅くスタートとかになってるかな。なんか浴衣に合わせていつもよりちょっと遅いスタートになってた気がする今まで。楽しみ。いや、浴衣着させてもらう、自分で着れないね。前乗りするのかな。私は前乗りですよ。私は前日に大阪でクックパッドライブがあるので、そう、楽しみ。今日さめっちゃ潤ったんですよ、あのカメラロールが。できっとさ浴衣でも潤うでしょ。で明日もなるべく写真撮るようにするしてみるでしょ潤う。浴衣楽しみ。なんか今年はさわかんないけど
あんま切れそうじゃないですよね。なんかあんまなさそうじゃない？なんかさ、コロナ前さ 10回ぐらいさ来てた年やった気がする。10回は言い過ぎかな、7回ぐらい。本当に本当に、なんか AKB の善悪で2日間と生写真、あとあのなんか船のね花火大会、これ多分同じ年だった。あとあの東京の3人ぐらいでやる浴衣のイベント、絶対まだあったんよ、絶対これ以上あった。そう、えぐいぐらい来てるやん。なんか本当に夏のファンの方と会うイベント、もう毎週毎週浴衣で会うんですよ。だからもう浴衣のありがたみがもう全然なくってもう夏の服はこれねみたいな感覚だった、多分私もファンの方もそう、そんぐらいめっちゃ着てた。年に10回くらい。確かに、あとね、あの私の総選挙の曲が浴衣だったので、波が伝えるもの、衣装が浴衣だったので、ちょこちょこコンサートとかでね披露させていただいて、なんか本当にいっぱい着てた記憶なんですよね。ありえんぐらい浴衣着てた。懐かしい。今年はさ、もしかしたらさ、これぐらいじゃない？このお話し会しか私まだ浴衣の予定ないよ。まだ6月だから全然分からんけど、私が知ってる中だとこの1回しか、まあ、今んとこはないですね。やだ僕はやだ。でもまあなんかありそうですよね。楽しみ。え、また夏祭りしたいね。あの船でやったやつ。だってもう割とね、いろいろ祭りも戻ってきて緩和されてね、もう元の感じにできてきてますもんね。したい、そういえちょうちゃん花火作ってたね。そう、瀬戸チャレでね、そう、空葉と花火めっちゃ感動した、マジで感動した。あのさ、 ST の曲流しながら曲に合わせて花火が上がるんですよ。4曲ぐらい、3、4曲で、空葉と2人で見てるんですけど、あと後ろにファンの方もいらっしゃって、で私もなんかすっごい綺麗で感動して、泣きはしないけどうるうる来てたんですよ。あ、めっちゃ綺麗だな、めっちゃ素敵だなって思ってたら、もう横でおえつ立てながら号泣してる空葉がいて
そうヒクヒクしながらもう引っ込んだよね、うるうるがもうすごい泣いてたよ。そう素敵だなと思いました。すごい素敵だったの本当に。なんかいつか STU も大きい会場で野外で花火とかね打ち上げれるようなライブをしたいですね。え、エモい。打ち上げた500玉消えるたび枕でそばの誰かさえも見えず。ね、新サッカースタジアムってあれいつできるんですか？近い未来？なんか結構形できてますよね、見た目。あ、来年？すごいですね、あんな都心にあんな大きい建物ができるなんて。来年の2月、放映12月、まあその辺。じゃあもう割とすぐですよね、来年って言っても。すごい、そこでコンサートしてほしいです。したい。そういうのってあるんかな。でもエディオンスタジアムはあそこでコンサートした方、アーティストさんいらっしゃった気がする。私たちもさせていただいたし、未来バトンの時。かっこいい。ね、マツダスタジアム全然やってるイメージない。なるほど、天然芝。机こんにゃら ちょっと睡魔が来てきたわ。今何時ですか？
ジャスト1時間ぐらい。じゃあスクショタイムしてお礼します。あ、推しの子ポーズ、これこの前のツーショットでさ、いっぱいリクエストもらった。おしまい。じゃあランキングを読みます。20位、宮川和幸さん。19位、ちのらごさん。18位、おじゃまるさん。17位、よっこさん。16位、たぬきつねこさん。15位、おりちゃんさん。14位、きょんしーさん。13位、あっきーざら大好きマンさん。12位、つりけんさん。11位、20世紀ともちゃんさん。10位、グリオティーヌさん。9位、のぞみ4号さん。8位、きたえさん。7位、おいでます元気さん。ラッキーセブン。6位、ガチャピンさん。5位、電化会さん。4位、ナンバーのひさとさん。3位、ナルドさん。スリースリー。2位、ヨウイチさん。ツーツー。そしてそして第1位はピュルルヒュン、ハッシュさん、イエーイ。天気の子タワーもありがとうございました。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。イエイ。ということで皆様、今日はありがとうございました。あなたはナンバーワン、ありがとう、ありがとう。明日はね、あのブルーライブで2公演、夜はまいちゃんの生誕祭、来てくださる方は一緒に楽しみましょう。配信もよろしくお願いします。明日晴れらしくてよかった。それではおやすみなさい。バイバーイ。